ここにあるのは甘辛の唐揚げで、今にもゴマが食べてって言ってるようなそんな感じがする。鶏のもも唐揚げ甘辛チタで、さあこちらまず1個食べてみましょう。こういう感じだ。いただきます。鶏肉、ニンニク使ってるのか、乳成分、小麦使ってる感じかな。 100g あたり128円、1パック307kcal、 炭水化物は 18.3g です。さあこのね、甘辛いのはやっぱりみりんかな、そう思うな。うん、これは皮だ。甘いけどうまい。ごまはポロポロ落ちていく。この旨味がうまいだろう。日々唐揚げも進化する。唐揚げも同じものを作っていれば飽きてしまう。いろんな種類の唐揚げがないとやっぱり飽きてしまう。そのために日々唐揚げは進化しなければいけない、ね、ただごまがポロポロ落ちてしまう。なんとかしてほしいものだ。ごちそうさまでした。